材木屋に来ました。床材を買います。お邪魔します。広角いいな。ここは材木屋さんの打ち合わせ室です。木のサンプルがいっぱいあります。ほぼ床ですね。いえいえ、いやすごいよ、絵になりますね。あ、そうです。全然違う。30分で片付けるといや、大丈夫ですよ。完全にものすごい絵になります。かっこいい。すごい、動画をこんな編集できるの。なんか金になれるかなと思ってやってるんですよ。あ、いいっすね。かっこいい。かっこいい。そうね。あ、いいっすね。うわ、大変そう。大変そう。今、独自ならカット面白いかもしれない。そうですね。150、120、75工業実験30、まあ幅が違う。定番っちゃ定番。間違えてない。ちょっと計算してきます。ああ、したらここにトリマーでピンって V 溝ふっぽっていったら、あ、なんか、あ、そういうのありかもしれない。多分ね、今4人なんですよ。そうだ、椎茸、はい、居住域入れるのが、はい、こっちはこの間、あ、そうだね、あ、これ、あ、これ、これね、うん、いや、多分ね、これはあれだ、うん、最近あの問い合わせが多い、はい、あの一般の方も、はい、だってあのホームページとか、うん、あれも問い合わせ しやすいですよ。あ、何ですか。今年なんか特に、はい、普通ほら書きづらいじゃないですか、材木屋さんって。書きづらい。建築関係者でも書きづらいですよ。書きづらい。まあ、DIY にしたで言うと、なんかその自分で一般だけど材木屋でどうやったら買えるかみたいな知識を探し、まあ、検索してる件数がめっちゃ多いです。それで検索するみたいな、そういう情報を出すとみんな来る。こういう広告買ってるよ、なんか。